王子の宝石伝道師えっちゃんです。今日は小さなお客様3歳の男の子と宝石の出会いのお話をしたいと思います。今回実際に肉体を持った実年齢とその人の魂の年齢は違うのではないかと確信しました。そしてその人の魂と宝石の魂は共鳴するからこそ、宝石はずっとその持ち主を見守り続ける存在となり、魂の成長とともに宝石も成長し変化したりするのだと改めて感じています。今日は奥が深くて不思議なお話です。ミーティングでの一つ一つの驚きの言葉とともに臨場感を感じていただけたらと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。そのご家族が来店されて男の子と宝石との出会いがあった翌日、スタッフとミーティングの最中でしたが、前日の男の子の話になりました。まだ驚きと興奮冷めやらず、スタッフも感慨深い様子。まずそのご家族のことをお話ししましょう。今年の初めにそのご家族がお店にいらっしゃいました。あらと思うと、奥様は8年ぶりにリアにいらっしゃり、以前はまだ独身でした。隣には優しそうな旦那様が、そして可愛らしいお嬢ちゃんと僕を連れていらっしゃいました。なぜかはわからないけれど、5歳のお嬢さんはお父さんにべったりで、なかなかお母さんと馴染めない様子。またどうもご両家のご先祖の何かが影響しているようで、何度かいらしていただくうちにお嬢さんはある宝石と出会い、徐々に5歳のあどけないお顔に戻っていきました。そして今回いらしていただき、3歳の男の子の目が何かいつもと違うのです。急に視力が落ちたとか、ご両親が眼科医から眼鏡をかけなければならないことを言われて心配していました。目の動きを見る限りそれだけではないように思いました。そしてもしその僕に合う宝石があるならばと、今回動画の中でそっちとかそっち系とお話しているのは霊的現象のことです。なぜそう感じるかは、ここからの動画で3歳の男の子なのに大人以上に必要とする宝石がわかる様子でご理解いただけたらと思います。宝石で病気が治るというのではなく、その宝石を持つことによってその人の魂レベルと宝石の波動が共鳴し、何らかの症状の原因となった波動に宝石が働きかけるのではないかと思います。何もわからない子どもさんも何らかの形で SOS を発信し改善を求めている。そこに宝石は無言の返事をしてくれるのだと感じます。ではその瞬間を回想しながらのお話です。ご覧ください。昨日の3歳の子が一瞬だけいいって言ってくれて、次の瞬間からダメって。3歳の子ね。俺のデマンがバリバリビって反応して、まあ、出番かと思って出番持ってたら、これこれって2回言ってくれて、へえすごい。その3秒後にえぇ、ー、何が起きたんですか。やっぱり足りないんだよね、あれ。感じないって感じちゃってね。感じない、これじゃない、これじゃないって感じて。3歳の子だよ。すごい。ほいでそっから社長とさんは医師の捜索のたびに、で社長はボックスから、俺は展示品から、で俺はだけどメインの八角住居の中にあるなと思ったから、へえーと思いながら、そっち系はトルマリンだろ。違った。3歳じゃないですか。3歳です。あんまりね、高額どうかなって遠慮しちゃったんだけど、でもさ全然平気だったね。やっぱりそっち、やっぱ取れないとまずいもんね。そうね、元気になってほしいしね。これ出す前からこれって言うんだよ。すごい。社長が行くよって言う前、それって見てないんだよまだ。だからその子完全に感じて、そのルースを社長がその子にピッて置くと、社長と両親とその子は楽になる。モニターで事務員さんと見てたんですけど、スースースーってこう、スーってこうってするねみたいな声が聞こえてきて、スースー言ってるけど、私たち全然来ないもん、わかんないねって。あのね、私たちって言うけど、俺とお母さんはわからんかったから。あ、おばあちゃんに、スーって何みたいな、ずっとモニター見ながら、スーってなんだろうねって。何か抜けるのか、気持ちいいのか、もうそっち系だから。びっくりしたね、私もびっくりした。その声でもう指示されてるような感じだったもんね。
違うとかって感じで、ね、完全に試されてるからね、うん、違うっつってかわいい欲しいって言ってる、うん、あんなちっちゃい子が出す前に分かっちゃうっていうのがもうねやっぱね衝撃的ですね。いやだけど一回デマントヨと反応したので足りないかなと思って2個デマントヨと乗せてもらった、うん、食べて食べて言ったもんね。じゃだけどその前に結構な石乗せてるんだ本当に、うん、いろいろねいろいろ乗せてる相性があるからねすごかったね。そっちかって感じでねパールキャッツ、うん、あれはどれだった。オパールキャッツだって結構力ないですか。違う違うメキオパだから。オパールキャッツじゃないメキオパ。メキオパキャッツですよね。あの メキシコオパールのキャッツエリアのってそうです、ね、ある日ちょっとね前にお客さんもかなり入っちゃってる人で、うん、はっと思ったらなんかオーラのところがギザ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 って出てるからあれ悪いとこ食べてるみたいって言ったらそれは分かりますって。その人もいつも感じないのになんかすごい体の重いところが取れてくる。社長がなんか食べてくれるんだよとかって言いながら聞いた。何を分かんないよね。何を食べてくれるんですかこの人が。でもあの子とお父さんお母さん分かってるね。なんかねパクパクくんパクパクくんって名前ついてるからメキシコオパールキャッツだ。分かってるんだあの子も。すごいパクパクくんいいな。でもそういうのを持ってないとって子だったんですね。相性だからね。だから来たんだよね。スコーンとね。本当です ね, ね。あれだけ追加のようにも来たもんね。あれだけ追加できましたよね。なんであの時に持ってこなかったんだろうねとかブツブツ文句言ってて。そっち系は運を言わず、はい入れますってなっちゃうから、絶対いるなと思うから。なんで追加もう入った瞬間に送ってくる。あ、そういうことなんですね。業者さんはなんだかわかんないという。全然わかってるでしょ。でもなんか痛くなる出てきたやつにこう反応しちゃう。でも一生懸命ね出してくれて探してくれてみたいな、うん、まあだからノンオールの塩面も結局俺見つけてるからこれかなと思って。だから俺は最初にトルマリンの方がいいなって思いながら、そうそうそう、でも反応してんのこっちだなと思って一応塩面も持ってったの。あの塩面いいです、うん、で先に塩面ででもなせっかくトルマリン持ってきてくれたからって この時点でもうダメだったね。すごい、ね、すごいあれねもうなんかね本当試されてかわいい、ね、あのちっちゃい子が社長がメキオパを出す時にさメキオパの時はどうでした。もうそれはもうメキオパも最後の最後に出してるのよ。もうそっち系だったらこれしかないとか、うん、でその分ピキッて反応して離さなくなる、うん、で右目にこうギャーって当てたりすると、うん、俺はそっから調子悪くなるの。心臓痛くなったりさ、なんだこれと思って、俺だけと思って。一人が違ってたからね、右左でね。そうですね。あーって思って、眼科行ってもね、なんかね、気のぐっすり寝たみたい。だからやっぱ来るべくして来てもらって、で必要なものをしっかりと手に入れられた。だけど。まさかメキオパとエメなんていうね。でもやっぱりメキオパは特殊なんだけど、うん、やっぱりグリーン系はそっちだ ね, ちだね。あのエメ行ったんだっていうちょっとショックと俺やでまさか3歳だよ3歳の子でノンオイルのエメってすごくない。あのエメ本当よかったから。デマントビーキの俺と言わせてもらうと、うん、デマントイドは近づくんだわ近づけるんだ。だけどそれ以上のものが必要な時はデマンじゃ足りないんだよ、ね、で最初ピシッてちゃんと反応したもんね、うん、反応したで最初これって言ったもんね。そうだけど5分後にはそのデマンちゃんは5分後には違うとポイってやる違ったみたいな。その子には足りなかったんだな。いや多分ちょっと世界が違うんだと。だってエメなんて想像つかないですもんね。あそこでいやつかないですよ。つかないね。うん、なんかもう信じられなかった。なんかえっと思って多分一番信じられないのはおばあちゃんと俺だよ。わかんないわかんないからさ他の人たちは反応してんのよ。で感想もそっくりなの。痛いとかすごいとかスースーするこっからここがどうのこうのとか言っててすごいの。みんな共感度合いが俺とおばあちゃんチーンってなって母さんが持ってきたんですよって言われてはいそうなんですけどねわかりませんあの子が身につけて、ね、お店に遊びに来てくれたら、ね、本当に嬉しいです。ずっと大事なんか将来ここで働くらしいよ。やった。
いかがでしたでしょうか。私もスタッフもすごい、すごかったという驚きの言葉を何度も繰り返していますが、言葉以上に衝撃的でした。ただ霊的症状であればとにかく断ち切れてほしいという1年ではありましたが、また3歳の男の子がここまでわかるのという感覚と、私たちもその瞬間どこまでも真剣でした。その男の子もご家族も私もそしてスタッフも、今回は実際に肉体を持った実年齢とその人の魂の年齢は明らかに違うと体験させていただきました。そう、宝石は知っています。あなた自身の魂のレベルの高さを。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。